ドジャースの大谷翔平選手は、19日メッツ戦で開幕戦以来となる今季2本目のライト前タイムリーヒットを放つなど、4打数1安打、1打点。今季5度目の先発登板だった山本由伸投手は、メジャー自己最多の9奪三振など6回を7安打4失点。自責さんも、勝敗はつかずメジャー2勝目はならなかった。ドジャースは連敗し、直近8戦で6敗目。今季12勝10敗と、貯金は2まで目減りした。開幕前は圧倒的と述げばそうだっただけに、地元メディアもフラストレーションが溜まっている。米ドジャースネーションはこの日、ドジャースのスロースタートは大谷翔平と失敗したエンゼルスを思い起こさせると報じた。さらに大谷翔平はまだプレイオフに進出したことがない。リーグ優勝争いの匂いさえ嗅いだことがない。FA となってドジャースを選んだ理由は、彼を取り囲むメンバーとチームの力量だ。と評している。確かにこの試合を見ていたらこれエンゼルスと変わんないじゃん。と感じた。確かに今のドジャースを見ていると救援陣がさっぱりで大谷がいた頃のエンゼルスと似ている。かといって打線もムラがあるし。先発が崩れると系統にも難があるし、頼みの打線も上位含めてつながりが悪くなっている。じゃあやろ、どう見ても。エンゼルスの投手陣と同じやな。まだ初歩の段階ゆえ、焦る必要はない。ドジャースは開幕ダッシュというより、夏場に加速するチームだから特に心配はしていない。昨年逆勝したドジャースだけど、開幕から22試合を見ると、11勝11敗で、今年は12勝10敗と昨年より1勝多いくらい。これからや。22試合しか終わってない段階では、まだデータが不十分。4月の成績は、調子の安定を図る上での成績ゆえ、負け越しても何ら問題ない。プレイスタイルの進化は、5月中頃から始まる。少し心配なのは山本投手だが、まあ初めてだし見込んのようにはうまくいかない。しかし奪三振率はさすが、